い鏡。私は94年の2月にこの竜潭の池に来たことがあります。ですから今2004年ですからちょうど10年、久々にこの竜潭の池へ来たわけですけれども、で、今日は、この竜潭の池で、蝶の食草食樹の食祭会というのがあることを、金城さんからお伺いして、その見学に、やってきました。南側には金城町、崎山町の寒川町のまた両下にあります。それから東側にも東のあざなって展望台の向こう側にちょっとした森があって、去年はそこでまた町長の植草を植えたんですよね。皆さんも自作なさったことと思います。今日は、何でしたっけ、セイタカスズムシソウ、これは何の餌かご存知ですか。子供さんたち、セイタカスズムシソウの町長何が食べるか知ってる人ってあげてみて。あ、じゃあ勉強して。セイタカスズムシソウは後で詳しく大城先生、皆さんから説明があるでしょうけど、あの木の葉蝶、昔ちょうど私が子供の頃飛んでいましたよ。羽を閉じると木の葉のような姿って見えなくなる、まあ、そういう忍者のような美しいのがあったんですよね。私はあそこに今学校芸大がありますが、あそこに小学校があって、そこで過ごして、この辺が私の縄張り、誰がどの辺だって大体分かってますよ。池の岸辺はね、ここから向こうは俺のものって、闘魚の漁業権がありましたね、戦もありましたが、まあ、そういうわけでこの森は非常に豊かな自然だった。それで私は会長の高田先生がおっしゃった言葉を思い出しました。何かというと、琉球列島は世界的にも有名で、東洋のガラパゴスという、まあ、南米の太平洋岸で諸島があって、
珍しい動物植物であると有名ですが、ここ琉球列島はこの向こうのガラパゴス。